これからサンダージャンクションの無法物の発売後の有意義な話します。よっしゃ、サンダージャンクションの無法物のプリリースめっちゃ強いできてきた。よっしゃ、初手めっちゃ強いわ。これなら勝てるかもしれない。じゃあ3万払って王冠泥棒を5個出します。うわ、終わったわ。よっしゃ、通った。もう絶対勝ったわ。でも大丈夫、マジック・ザ・ギャザリングのクソ長いルールを全部読んできたから。見てて。じゃあ王冠泥棒王子のマイナス5を使います。こっちの食べ物トークンと、そっちのクリーチャーコントロール交換します。で、そのスタックで、食べ物を割くって、こっちだけコントロールいただきたいと思います。あ、その場合は交換ができなくなるよ。なんでできないの？俺マジック・ザ・ギャザリング詳しいからよく知ってるんですけど、対象が複数ある時ってその対象全部が不適正にならない限り効果は立ち消えしないっていう認識なんですが、僕の食べ物トークンなくなってもあなたの戦場にクリーチャーいるじゃないですか。このクリーチャーってコントロールもらえますよね。そう、ただここでいう交換っていう処理は2個あって初めて成立する効果なんだ。だから片方だけだったら何も起きない。え、そうなの？知らなかった。どこにそんなこと書いてあるの？ MTG 総合ルールの7-01に書いてあった。ちなみに MTG 総合ルールには普段みんながやってるけど実は間違ってるような効果なんかもよく載ってるから、ぜひ一回読んでみてほしい。え、そうなの？あ、すいません、こんな強力なカード使ってルールまで間違えちゃって。で、どうしてそんなこと知ってるの？カイトをフォローしてるから。というわけで首謀者王子だ。ははは。今日も京都で4月19日発売の最新商品サンダージャンクションの無法物の新カードを語っていこうと思う。で、まあ冒頭にも述べた通りね、サンダージャンクションの無法物には王冠泥棒王子がいる。で、君たちはその王冠泥棒王子と出会った時のことを考えておかなければならない。そう、プレリだったりシールドだったりドラフトだったりと、いつかは君たちは王冠泥棒王子と出くわすことになると思う。今までは王冠泥棒王子と出会わないように、王冠泥棒王子がいる危ない地方に行かないようにしようみたいので対策してたかもしれないけど、これから先は王冠泥棒王子が君たちの元にやってくるから、何かね、別の対処を考えておかなければならない。これね、結構由々しき事態というか、多分みんながね体験することになるから、あの恐怖に。だからね、何かは考えておかなければならないと思うよ。ちなみに俺の親父は昔よく言ってた。そう、相手が王冠泥棒王子を出してきたならば、お前にはとっておきの解決策があると。そう、それがこれだ。そう、お前も王冠泥棒王子を出せ。残念ながらそれしかない。そう、現代の医学をもって王子に対処できる方法は王子しかない。もう悲しいけどそれしかないんだ。だからみんなもう出されたらもう諦めてくれ。はい、というわけでね、まあサンダージャンクションの無法物の、まあそのボーナスシートに王子があるっていうことで結構ね怖えけど、まあその分ね他のカードも強いから、まあなんだろうね、サンダージャンクションの無法物自体のメカニズムとか非常に面白そうだけど、やっぱ王子1枚でぐちゃぐちゃになるかもしれないっていうね、未来がね、とても怖いよね。まあただ公式もさ、王子がどれぐらいやばいかなんかさ絶対知ってるわけだから、まあやっぱ調整はされてると思うんだよね。いくら神話レアのボーナスシートといえども、出たらどうなるかっていうのはある程度シミュレーションしてると思うから、まあ多分問題ないんじゃないかな。じゃない限りそんなね暴挙をやってくると思わないよね。そのなんか面白いじゃんみたいな発想だけでリティーもんではないから、まあ多分問題ないのかな。まあどうなるか分かんないけどね。結局どんな重いクリーチャー、どんな重いアーティファクトもあいつを前にしたら鹿だから、だからね、なんかよほど強いスペルとかがまあ飛んでくるんだったら、まあまた別かなっていうところなんかな。まあ一応今回ね、ボーナスシートに登場するカード、まあいろいろ出てきたけど、王子以外にもね強力なカードがいろんなの出てるんで、まあ多分そっから考えたら、まあ問題ないのかな。まあ少なくとも、その初めて登場したエルドレインの王剣なんかよりかは、はるかにも古文のカードからその神話レアに至るまで全部のカードがパワーアップしてるから、まあそう考えたらね、少なくともエルドレインの王剣の二の舞みたいにはならないけど、とはいえさ、その今構築のさ、セットで出れてないことを考えると、やっぱりね、そのサンダージャンクションの無法物がイカれたヴィンテージ級のセットじゃない限りはやっぱりやばいんじゃないのっていう気はしてるけどね。まあそれはその神のみぞ知るっていうので、まあアリーナとかにね実装されるまでね待ちたいと思います。はい、というわけで今日のカード語りやっていこう。まずは白のカードから紹介だ。で、白のカードまず1枚目、オーメンポートの自警団でございます。まあ2マナ22のクマさんサイズに、悪事は働いたターンの間こいつは2段攻撃持つっていうので、まあシンプルに強いね。そう、2マナ22のクマさんサイズの9大点に加えて、悪事働くだけで2段攻撃だから、まあそうなるとアグロデッキなんかは相当積極採用したいんじゃないかな。その除去って殴るともうそれでさ2段攻撃だな。だからね、神はいいんだよな。除去って殴る2段攻撃になりますっていう、まあかなりアグロ支えてくれるカードになるんじゃないかな。まあ弱みってか、弱いところで言うと、まあ終盤引いても強くないっていう、まあ当たり前のことはあるけど、まあとはいえリミテッドではもう相当点高い、まあ4点ぐらいで、まあ構築もどかしてパンチと、あとまあ人間っていうのがもしかしたらなんかあるかな。まあでも基本的には内寄りだけど、まあ構築も3点ぐらいつけとこうかな。まあどかしてパンチっていう動作自体は構築の方が取りやすいから、
まあ、もしかしたらあるかもっていうので、まあ、構築3点、リミテ4点、オーメンポートの実刑団でした。で、次のカード。で、次のカードがスターリング社の納品者。スターリング社の納品者は5マナ3、4飛行で、戦場出た時にこれでないクリーチャー1体の上にプライチカウンター乗っけられると。もう、兄弟戦争で同じやついたよな。なんか、全く同じやつ。そうね。え、もう何も変わってないじゃん。名前だけじゃないかな。だからこいつには乗っけられないけど、戦場のサイズ上げてやれるし、で、こいつも5マナ3、4飛行だから、まあ、最低限の仕事するってので、まあ、兄弟戦争のこと考えると、普通に強いカード。ただ、枚数別にいらないんだよな。だから、なんだろう、まあ、当時の活躍のまんまで、リミテッド3点、構築1点じゃないでしょうか。スターリング社の納品者でした。で、次のカード。で、次のカードがプレーリードッグ。まんまだな。2マナ2にハンコンでクリーチャーリスト。まあ、リスか。でもまあ、でもさ、マジック・ザ・ギャザリングってさ、クリーチャータイプさ、犬の判定ガバガバだからさ、プレーリードッグ、ドッグだから犬かなみたいなので、クリーチャータイプ犬つくかと思ったけど、まあ、さすがに犬ではないわな。で、こいつまあ、2マナ2にハンコンなのに加えて、終了ステップ開始に、このターンに俺が手札から呪文唱えてなかった場合は、プライチカウンターが1個乗っかると。で、5マナ起動で俺がコントロールするクリーチャーの上にプライチカウンターが乗ってるならば、違う、置かれるんだったら、このターンその代わりに1足した数のプライチカウンターが乗っかると。あ、なるほどね。まあ、5マナ起動の能力としては弱いけど、まあ、自身のその誘発もこの起動型能力でさ、足してやれるから、まあ、割かし単品で完結してるけど、え、どうだろうな。これなんかなんなら構築の方が強いんじゃない？その上の誘発能力さ、その唱えないっていうのは、構築の方がそのフラッシュ系デッキだったりさ、まあ、あとなんだろう、コントロールデッキのサイド要因としても使えるから、だから意外とこれ構築あるんじゃないかな。なんか期待込めてなんか4ぐらいいっちゃう。相当高めの期待だけど、構築4で、で、リミテッドも、まあ、リミテッドこの相手のターンに、その唱えるデッキっていうのがどれぐらい成立するかわかんないけど、まあ、最低限2マナ22だからね。うん。で、終盤引いたら終盤引いたで、まあ、どんどんサイズ上げていけるから、まあ、リミテッド4あるんじゃないかな。普通に強いプレーリードッグさんでした。で、次のカード。で、次のカードがレアのカードでノットリア。ピーターラビットみたい。まあ、ピーターラビットこんな屈強じゃないけど、なんか色合いピーターラビットっぽいよね。ピーターラビットがもうめちゃめちゃジム通って体バキバキにした状態です。で、3マナ33で警戒持ってて、戦場出た時に対戦相手1人が俺よりも多く土地コントロールしてる場合は、ライブラリーから平地持ってきて、タップインで戦場出せると。戦場出せるんだ、強いな。で、その後対戦相手1人があなたよりも土地をコントロールしてるならば、この手順をもう1回繰り返す。あ、なるほどね。だからランド持ってきても、それでもまだ相手の方がランド多かったらもう1回持ってこれるっていうので、あれ、3マナ33警戒についてる能力としては相当強くねえか。今まで見たことないんだけど、こんな強いもん。てか、まず3マナ33警戒だから、まあ、レアのカードっていうことを除けば普通にぶっ壊れてるから、いや、これ悪くないんじゃないか。うん。いや、これ、ただ強いんじゃない？普通に、まあ、終盤引いても、まあ、終盤引いたらちょっと弱いけど、まあ、さすがレアパワーっていうので、そうですね、まあ、マナ伸ばすデッキなんかだったりすると、まあ、基本的にこの誘発さ、2回起こすのは難しいけど、なんか、ギャン土地事故りしたさ、ダブマリとかさ、そういうゲームを強いられた時とかは強いかもしんないね。うん。で、それよくあるんだよな、最近。ちょっとリミテ、結構高めの期待で、まあ、でもまあ4点だな。別にランド1枚持ってきたところでだから、まあ4点で、で、構築の方がちょっと面白い。でもどうだろうな、構築もな、3マナだからね、なんか2マナの白蘭の騎士とかだったら、でも白蘭の騎士でさえも、オリジン、9年前か。やべえ、マジで。オリジン9年前めっちゃ心に来るんだけど。え、オリジン9年前だっけ？ちょっと忘れよう。まあいいや、その白蘭の騎士でも使われなかったから、まあ多分強くないんじゃないかな。まあ、構築期待込めて3かな。さすがに2回繰り返せるってか、2回やれるのは強みとカウントしての3。で、次。で、次のカードが最後の仕事。3マナソーサリーでレアのカードで砲台が3つありますと。で、プラ2マナで墓地にあるクリーチャーカード1枚を戦場戻す。で、プラ1マナで墓地にある、蒸気や機体であるカード1枚を戦場戻す。で、プラ1マナで墓地にあるオーラや装備品であるカード1枚をその戦場戻して、クリーチャーについた状態にすると。あ、強いな。いや、でもわかんねえな。なんか、あまりにもニッチすぎて、強いかどうか、なんとも言えんな。え、フルキャストすると7マナか。まあ7マナで、そのクリーチャーも機体も、なんかオーラとかも持ってこれるみたいなことはできるけど、まあそういう使い方はないよな。そんなデッキがまずないだろうから。で、5マナでクリーチャー釣ってくるっていうのも、まああんま強くないよな。そう、よっぽどコンボとかで、まあ墓地の状況を自分でさ、コントロールできるデッキだったらいいけど、基本的にはね、墓地って相手依存だから、まあっていうので、まあ一応リミテか構築どっちで強いかって言ったら、まあどっちかっていうと構築かな。まあリミテッドはまああんま取りたくないよりなんじゃないかな。まあ、どうだろう、2体戦場戻せるのがデフォだったら、まあまあ強いかな。その上の2個のモードは、まあ結構リミテだったら積極的に2体戻せると思うんで、まあその場合が、6マナか。まあ6マナで墓地のカード2枚釣ってこれるってので、まあカードとしては悪くないかな。まあ分割して使うこともできるから、
そうね、まあリミテッド、まあレアだからまあ4点ぐらいあるかな。で構築がまあ5マナ払ってそのパルヘディオンとシガどっちも釣ってくるみたいなことできるから、まあプランとしてはありなんかな。そのゲーム長引いた時だとか、あとなんだろう、その2匹とも落として2匹とも釣るっていうのをそのコンセプトに置いたあのパルヘリオン、アブザンパルヘリオンみたいなのがあるかもしれないけど、まあ、そんなことしなくても別にアブザンパルヘリオンやっていけてるんでっていうので、アブザンパルヘリオン側の言い分そうだよな。なんかあなたなんかいなくてもあの俺らやっていけてるんで大丈夫ですっていう感じだと思うから、まあ3点かな。なんかね、なんかありそうだけど多分ないんだろうな。で次のカード、で次のカード、無法者の医者、2マナ1、3で人間ならず者で、ハンコン持ってて死亡時にワンドローする。強くね、何これ。え、マジ。まあ2マナ1、3でさ、これなんならスタンダードのコントロールとかに入れてもいいかもしれないレベルじゃない。そうだよね、なんかあの使い方的には前兆の壁みたいな感じで、で前兆の壁よりもなんならちょっとあのチャンプした時に1点回復させてくれるからな。13だからね、まあまあ、でも13はやっぱ止めらんねえよな。パワー3に対してもただあのチャンプになっちゃうから、まあ、やっぱそこは前兆の壁と無法者の医者の大きな違いかな。多分ね、前兆の壁は今スタンとかに来ても全然強いと思うんだよな、そのスタンパイオニアとかで。だから無法者の医者は、あとまあドローが死亡時だからね。だから相手のさ、そのクロックがさ、その地上だったらまあ究極チャンプしてワンドローはいいけど、上からクリアスだったらさ、チャンプもできねえからさ、だからドローもできないっていうので、まあそう考えるとやっぱ構築でもちょっと期待したいよな。ハンコンあるからね、ハンコンあるから、なんかプラン的には特殊なプラン取れるかもしれないんだよな。放浪王からプライチカウンター乗っけて、そのライフレースをなんかぶっ壊すみたいな、あるかもしれないから、ちょっと構築期待込めて3。普段お前なんかに絶対3つけないからな、今日は特別だぞ。でリミテッドは、リミテッドはどうなんだろう、まあ普通じゃない、弱くないの3じゃないかな。無法者の医者でした。で次のカード、で次のカード、盾構え。なんか聞いたことあるな。2マナインスタントでクリーチャー1体対象として、プライチカウンター1個乗っけて、ハンコンと破壊不能と。知ってるわ、このカード。あれか。団結のドミナリアにあった強いやつか。あの時強かったな、盾構え。まあっていうので、まあかつて活躍したカードだから、結構天高みにつけたい気もするけど、まああれからね、リミテッド目線でもカードのパワーどんどん上がってってると思うから、まあそう考えると、リミテ3点ぐらいなんかな。いや、でもね、これ一応さ、あの悪事働けんのよ。だからとどめの1だとかで悪事働いて、なんかその効果強くして勝つみたいなことはねできなくないから、だから相手のクリーチャー強くしてやって、なんか飛行かなんかであのとんでも打点入れて終わるみたいな、なんかそういうプレイはね全然現実的にあると思うから、盾構えはなんかリミット的になんか4点ぐらい入れていいんじゃないかな。多分対戦相手のクリーチャー強化する動きねなくないと思うぞ。そのハンコンと破壊不能が永久だったら困るけど、まあプライチしか永久的なものはないから、だからまあリミテッド4点で、まあ構築は2点かな。うん、構築はまあ今んとこ活躍しないから多分変わらないと思う。で、次のカード。で、次のカードが神秘の戒め。3マナのエンチャントで、これを唱えるために2支払うんだったら瞬足を持ってるかのように唱えられると。で、これが戦場出た時に対戦相手のアーティファクトやクリーチャーである一つを、まあこれが戦場を離れるまで追放するっていう、まあリング系除去ですね。まあただ2マナ払うと瞬足で使えるから、まあ、終盤引いたらやっぱ瞬足で使うとね、なんか相手のそのテンポくじいたりとか、なんかバットリとかをなんか無効化できるんで、まあ、瞬足で打てる価値は結構でかい。で、普通に3マナで打っても強いから、3マナのリング全然採用できるカードだから、まあ、潰せるのがアーティファクトかクリーチャーでエンチャントいけないけど、まあ、それでもね、十分強いと思うんで、リミテは4点かな。で、構築はまあ、1点かな。瞬足持つ意味そんなないと思うから、神秘の戒めでした。で、次のカード。で、次のカード、アンコモのカードで躍動するフェリダー。6マナ47。エリシオンサイズ。もう47を見たらエリシオンだよな。で、こいつが、騎乗された状態でアタックするたびに、俺がコントロールしてるこれでない各クリーチャーの上にプライチカウンター1個乗っけて、それらのクリーチャー1体につき1点ライフ得ると。で、騎乗が2と。なんだろう、なんか全然関係ないけど、マジでエリシオンの生まれ変わりを感じるんだよな。だって白1マナ足したらさ、ノーン様じゃん。ノーン様がいたってなるんだけど。え、あんなに探してたノーン様がここにいた。おめえ生まれ変わりじゃねえか、あのブーのなんかウーブみたいな感じで、これ生まれ変わったエリシオンの可能性あるぞ。いいやつに生まれ変わったんだな。プライチカウンターと1点ライフを得るという、俺勝手にこれエリシオンの生まれ変わりだと思い込んどこ。まあいいや、そんなサイドストーリーは置いといて、まあこのカードの評価だけど、どうだろうな。なんかやたら重いけど騎乗が2なんだよな。これ分かりづらいな、そのクリーチャータイプは蒸気で能力の方を騎乗っていうの。これマジで統一してほしいな。まあ、でもあの、あれか、騎乗したら全体プライチとライフゲインできるから、まあ多少あの脳死でアタックしてもそんな問題ないし、
そうね、まあ一旦立たないと効果得られないけど、まあ出てすぐも4-7だから、まあブロッカーとして良いんじゃないかな。あー、まあどれぐらい採用したいかちょっと絶妙なラインだな。まあさすがにこれでも4点ぐらいありそうじゃない。4点ばっかだな今日。違う、逆に考えよう。白に4点が多いということは、白はリミテッドで強いんだよきっと。そうだと思いたい。で、構築は1点だと思いました。エリッシュノンでした。で、次のカード、で次のカード、雲貝、5マナ43飛行警戒で、戦場出た時に墓地にあるマナ総量3以下のパーマネントを戦場戻せる。あ、違うか、手札に戻すか。で、あんたが、蒸気をコントロールしてるならば、代わりにそのカードを戦場戻す。やっぱ強いじゃねえか。なんだこれ。待って、5マナ43飛行警戒に、その蒸気がいるだけで、戦場戻るんだろ。バケモンちゃうこれ。え、リミテ5点とかじゃない？だって、レアのカード系に強いぞ。リミテの共同で言ったら。すごいな。え、これ何としてもってか、蒸気別にそこまでいないわけじゃないどころか結構いるじゃん。で、しかも白に多いじゃん、多分。だからなんかいろいろ噛み合ってて、こいつはやばいと思う。うん、リミテでマジでモンスターだと思う。リミテ5点で構築。構築はでもちょっとあるんじゃない？もしかしたら。なんか蒸気デッキができた時には使うかもしれない。2点です。で、次のカード。で、次のカードが養育するピクシー。1マナ11飛行で、戦場出た時に俺がコントロールしてるフェアリーでも土地でもないパーマネント最大1個を対象として、それをオーナーの手札に戻す。まあ、俺のカードを俺の手札に戻すと。で、これによりパーマネントが手札に戻されたならば、こいつのようにプライチカウンターが1個乗っかるっていうので、まあ、1マナ22飛行が誕生すると。まあ、戦場出た時になんか美味しい効果を持ったカードとかがデッキ入ってると、全然積極採用したいよね。まあ、1マナ22飛行は強いから。まあ、というわけで、まあ、リミテで、まあ、1ターン目に出すカードではないかな。まあ、1ターン目に出して1点ずつこづいて、まあ、それも悪くないか。まあ、1ターン目に出てくる1マナ11飛行は、多分3点、4点稼ぐから、まあ、除去なんか絶対こんなに当てたくないから。だからね、序盤に出たら序盤に出たで、そうね、まあ、相手ライフ16ぐらいからスタートしてるのと、なんか同意になるから、まあ、養育するピクシー、まあ、リミテ、まあ、でもなんか3点とかじゃないかな。やっぱりその打点がちょっと少ないかな。ただ別に戻すのがね、マナかかってないんだよな。なんかこれってさ、出た時にマナ払ったらこれやっても良いみたいなのが多いがちな気するけど、マナかからずにこの挙動はね、やっぱり強いと思うんだよな。うん、まあ、4点あるかな。まあ、白のね、アンコーマはね、大体4点なんじゃないか。なんか強いカード多すぎます。でも、構築もどうだろうね。なんか、そういうデッキできんのかな。なんかカード次第ではね、一気に分けると思うんだよな。なんかそれこそミシュラのガラクタみたいなカードがスタンダードとかに来ると、まあ、あの結構いい相棒として使えるし、あとなんだろう、なんか1マナの強い英雄タみたいなのがあったらね、また変わると思うんで、まあ、期待込めて3かな。かなり期待込まってます。で、次のカード、で次のカードが駅馬車の警備兵。5マナ45で戦場出た時にターン終了時まで俺のクリーチャー全体にプライチ修正と警戒与えると。で、計画が4マナ、まあ、これも強いな。古文のカードでこんなのか、やべえな。まあ、あの全体プライチのカードって、なんか昔天使でいたんだよな。なんか基本セット2019かなんかで5マナ33飛行で全体プライチの強い天使いたけど、まああれ強かったからね、その飛行こそ持ってないけど、元のスタッツが5マナ45で単純にでかくて強いというので、強いんじゃなかろうか。まあ古文でまあリミテで使うカードが多分3点あるんじゃないかな。でまあ構築は1点じゃないかな。どうしよう、なんかあの古文のカードとかも強すぎるよな。なんか相対評価するともう1とか2とかまず生まれないんだよな。いいんかなこれで。なんかリミテッドのカードもほとんどが4点か3点だよ。強すぎます。で、次のカード。で、こっから先が青のカードの紹介ですね。で、青のカード、まず1枚目、侵略の大袋。1マナ11で飛行持ってて、戦場出た時にパーマネント1個対象としてタップすると。で、3マナ起動でカード1枚引いてカードを捨てるっていう、まあルーティングもできると。まあ1マナ11飛行だけど、まあ飛行だからね、まあ強いんじゃないかな。やっぱ1マナ11の飛行ってよくいるけど、まあなんだかんだでね、結構システムに愛されるっていうか、リミテでは強いこと多いんだよな。まあ終盤引いたりしても、まあ回避能力持ってるから、なんか装備品とか入ってるデッキだったら、まあ後々引いても強いっていうので、うん、良いんじゃないだろうか。まあ構築はさすがに1点だけど、まあリミテッド、まあとはいえまあ2点じゃないかな。2点ぐらいじゃない？まあ寝かせんの強えな。その上のさ、フライヤーのさ、ブロッカーとか寝かして他のフライヤーが1点与えるみたいなので、ちゃんとこいつもね、クロックに繋がってるから、いや、これ3点はあるな。その地上のでかいのをあの寝かして、その地上のこっちでかいのさ、行くみたいなのもあるんで、やっぱこの1回タップでも強いわ。3点ぐらいあるかな。で、次のカード。で、次のカードが冷静なスフィンクス。これね、めちゃくちゃ強いと思ったわ。4マナ53瞬速飛行で、呪文を唱えてないターンの間、こいつは呪文を持つっていう、なんかコントロールデッキが待ってましたと言わんばかりのクリーチャーだよな。そう、ジュアートのスフィンクスから早、もう何年経った？ジュアートスフィンクスから考えると、もう15、6年経ってる？もしかして。15年は嘘か？ 14 年ぐらい経ってるかな？あの、ジュアートの衝撃から十数年経って出てきた
完成化されたスフィンクスだな。スフィンクス史上最強じゃない？うん。なんか構えるデッキが欲しいものを全部持ってるね。まあ出た瞬間は一応除去の的に合うけど、もうそれ以外は、そうだよね。まああの、もう殴りつつ構えるっていうので、で、まあその動いたら一応、その呪文解けちゃうけど、でも動かすために相手も何かアクション取らなきゃいけないから、だからね、冷静なスフィンクスはコントロールデッキがもう4ターン目から相手をその殺しに行く、そのスタイルっていうかモードに入れるから、なんかあの短期決戦も選べるんで、コントロールデッキそのサイドとかに結構差しまくっていいんじゃないかこれ。うん、だってこれめちゃめちゃ強いぞ。コントロール同型とかもう出されたら終わりだろマジで動くにも動けねえしっていうので、これ構築、え、コントロールはモダンとかもいけるんじゃ、さすがにモダンは盛りすぎだけど、まあそうね、だから3なんだろうな。モダンはさすがに稲妻で死ぬから、やっぱ揺さぶりかけられた時に簡単にそのしょられるん でこれもう限りなく6に近い構築5だわ。うん、まあ使わない可能性はあるとしたらコントロールデッキが弱すぎるっていうことしかないんじゃないかな、そのスタンダードとかにおいて言えば。まあパイオニアは依然としてコントロール強いし、うん、え、何抜けて何入れるんだろう。で別にこいつ出たらさ、ホーロー王みたいなのなくていいと思うんだよな。まあ、ホーロー王のその丸い強さみたいなすごい素敵だけど、別にこの冷静なスフィンクスさんで冷静に相手を消し去るってのでもいい気がするんですよね、私は。あと、まあ殺すときはこっちは早いしな、うん、やりやすいし、ちゃんと飛んでるし、構築5点で、リミテッドも、まあ、5じゃない。まず4マナでパワー5の飛行がもう対処不能だから、むちゃくちゃ強いカードと思いました、冷静なスフィンクス。すごい、なんかさっと出てきたけど、やべえカード。で、次のカード。で、次のカードが投資。感じ合ってるかな、投資、まあ、止まる方ですね。まあ、4マナのオーラで瞬足持ってて、アーティファクトがクリーチャーに貼れる。で、出た時にエンチャントしてるパーマネントをタップする。はあ。で、エンチャントしてるパーマネントは全ての能力失って、それのコントローラーのアンタップステップにアンタップしないと。あ、能力失うの強いな。なんか、瞬足あって、普通にタップで起きなくなるだけでも十分なのに、能力まで失ってくれるから、まあ、構築はさすがに1点とかだけど、まあ、リミテッドは4点ぐらいあるんじゃない？除去として結構最強クラスだと思うぞ。青だったら。しかもまあ、タッチできるからね。相当リミテの除去需要にマッチした良いカードだと思いました。で、次のカード。で、次のカード、出頭。出頭は1万のインスタントでクリーチャー1体対象として、ターン終了時までそれはマイナ1にマイナ0修正。で、あんたが無法物をコントロールしてるんだったら、代わりにマイナ4、マイナ0修正でカード1枚引くと、つえ待って。1万でとりあえずワンドローは確定してて、まあ、マイナ1までも確定してんだ。まあ、パワーね、1個下げたぐらいじゃ、まあ、どうしようもないけど、まあ、パワー4下げるとね、集団ブロック行くときにめっちゃ強いのよ。その相手のさ、でかいクリーチャーのパワー4下げて、こっちのクリーチャー総動員でブロック行ったら、相手のパワー全然ないから、どんなバットリ食らっても悪い展開にならないんだよね。その集団ブロックってさ、なんか相手のクリーチャーのサイズがさ、ちょっと上がったりとか、まあ、こっちのクリーチャーが除けられたりすると、そう、こっちのクリーチャー除けられるが一番きついんだよね。相手のクリーチャー倒せるパワーの合計なくなっちゃって、で、こっちのクリーチャーだけ死ぬみたいになるけど、まあ、パワー4下げたら、こっちのクリーチャー仮に除けられたとしても、相手のパワーが全然足りないから、こっちの被害ほぼゼロで済むから。だからね、これは強いぞ。無法もいるだけでいいもんな、条件も。強くね？強くねとは思うけど、まあ、結構守りの手段だから、周り見て3点ぐらいかな。まあ、ただ、カードワンドローついてるからね、無駄にならなすぎて、怖えけどな。まあでも一応3かな。でも、まあ、構築の方がなんならちょっとあるんじゃないか。構築の方がちょっとありそうな気するから2ぐらいにしようかな。出頭でした。で、次のカード。で、次のカード、勇敢なライト。4マナ44瞬速タップインで戦場出ると。シンプルだな。でもシンプルだけど強いな。そう、緑はね、よく4マナ44でなんか到達だとかトランプルだとか持ってるやついるけど、青ってクリーチャー強いからじゃないから、まず4マナ44がいないんだよね。うん、というわけでね、こいつ4マナ44はなかなか新しいかな。まあ、ただ、タップインで戦場出るから、これね、明確なデメリットなんだよな。そう、瞬足持っててもタップインだから、まあ、ブロック回ったりとかもできないし、で、タップインで戦場出るから、まあ、速攻とか付与しても、まあ、その殴ることもできなければ、そのブロックにも参加できないし、だから一旦の間完全に、そう、何にもできないっていうデメリット持ってるけど、まあ、とはいえなんか相手のターンに呪文唱えたらどうこうみたいな誘発とかも達成できるし、あとまあ何か構えながら、何もなかったらこっち使うっていうプランも取れるんで、だからまあ一概にデメリットだけではないから、まあ強そうな感じがする。ただ青って、まあその地上ででかいの出たところであんま使い道がないというか、なんだろうな。なんかその他にさ、横に強いの並んでこいじゃないから、
まあでも強いか、普通に強いかな。まあリミテッド3点で、まあ構築1点の果敢な雷刀でございました。で次のカードで、次のカード変異派、1マナのインスタントで砲台あって、プラ1までクリーチャー1体対象として単種類まで01のウサギになると。まあこれをあのマローが言ってたカードだな。でプラ3で、プレイヤー1人対象として、そのプレイヤーはカードを2枚引くと。あれこれ強くねえか。まあインスタントだもんな。だからあの4マナでインスタント2ドローもできて、であの無色1話で01にクリーチャー変えてやれるっていうので、なかなかね、あの構築に行けるレベルのドローだと思うぞ。その上のクリーチャー1匹のサイズを01にするっていうのも、その4マナ2ドローのおまけにあると考えたら悪くないから。だからね、変異派はまあ今でもね、その構築のそのインスタント2ドロー、まあこの強って基本的にはコントロールデッキが使うんだよね。なんかそのカウンターとか除去構えながら何もなかったら4マナでドローっていうのあるけど、もう最近あの記憶の氾濫強すぎるから、そのまあおまけがあるのはいいとしても、記憶の氾濫を超えれるアドバンテージの得方してないからね、残念ながらねないんじゃないかな。まあ、ただその記憶の氾濫枠にそのちょっとクリーチャー除去みたいなのも内蔵できるかもっていうので考えたら、まあ構築3ぐらいあるかな。ただ基本的にはないんだよな。でリミテッドはまあ普通に強いかな。うん、まあ、悪事も働けるし、アドバンテージも稼げるしというので、変異派まあリミテ4点ぐらいあるかな。普通に2ドローまあ強いと思うし、でまあ01ウサギになるもまあそうね、相手のアタックブロックとかに対応して使えるんで、リミテ4点ぐらいあると思います。アドバンテージ稼ぐのが最近トレンドだと思う。で次のカードで、次のカードが大魔導士のイモリ、2マナ22のレアのカードで、こいつがプレイに戦闘ダメージ与えるたんびに、自分の墓地にあるインスタントかソーサリーカード1枚にフラッシュバックを得させると。でそのフラッシュバックコストはそいつのマナコストに等しいという、まあ、瞬生的な能力を持ってるんだけど、もしこいつが騎乗された状態でその戦闘ダメージ与えた場合はフラッシュバックが0マナになると。ただ騎乗が3マナっていうのでめちゃんこ重いな。これ騎乗1マナとかでもさ、良かったんちゃう、最近のなんかトレンドっていうかカードで言えば。まあそうね、3っていうのが重すぎるな。あとまあプレイ戦闘ダメージ与えた時だから、まあ誘発も基本起きないし、そうですね、まあこいつがさ悠々自適に殴ってる状態はさすがにそれだけでなんかもう勝てそうだから、まあ稲妻とかを普通に1マナでフラッシュバックするっていうのがまあ強いかもなっていうので、まあやるとしたらそのモダンとかで使うぐらいじゃないかな。うん、まあ構築3ぐらいかな。やっぱ騎乗さんはちょっと夢物語すぎるからな。そうね、なんかこれもうちょっとね、騎乗まあせめて2でもいいけど、そんぐらいだったらねラガバンとかが乗れたかもしれないから、もしかしたらあったけど、まあ今んとこないかな。あとフラッシュバック0がやっぱりあのおまけとしてはね、なんかリミテ目線すぎるんだよな。その構築だったら別にこれフラッシュバック0じゃなくても強いカードいっぱい入れてそのフラッシュバックできるように使うから、なんかあんま0があの生きないっていうので、まあ構築3点、リミテッドも3点とかじゃないかな。まあスペルが基本的に墓地にないからね、リミテッドは。うん、というわけで大魔導士のイモリでした。まあアーキタイプを強くするカードであるけど、うん、なんかあんまりだなっていう印象でした。で次のカードで、次のカードは幻影の干渉、1マナインスタントで砲台2個と。でプラ3マナで飛行を持つ22のスピリットトークン生成で、プラ1マナで呪文1個対象として、それのコントローラーが2払わない限り打ち消しと。強いんじゃないか。あれなんか書き消しみたいなのにトークン生成までついてると。そうね、まあ5マナ払ったら打ち消し&トークンついてくるのか。だからまあ終盤何にもない時に引いても、まあ4マナで22トークンっていう戦法が取れるから、まあそうね、なんかこれもねちょっとコントロールとかでさ試したいような効果だけど、やっぱ昨今のカード強すぎるからな。まあでも2マナでカウンターのモードがあるっていうのは、なんかパイオニアのさコントロールデッキとかでちょっと試してもいいのかもしんないね。22スピリットトークンがちょっとどうなるかというか、微妙っちゃ微妙だけど、うん、そうね、まあ、カウンターにまだちょっと魅力的なんで、構築3にしよう、ちょっと期待込みで。で、リミテッドは、リミテッド一応2マナ要求だけど、呪文何でもターゲット取れるから、まあ、生物消せるって考えたら3点はあるんじゃないかな。カウンター使いづらいけど、これだったら強いと思う。で、次のカード。で、次のカードが神霊の荒くれ者、3マナ24で、なんかあの、モンスターズインクの社長みたいに出てきたぞ。これどうなってんだ。神殿の荒くれ者3マナ24で悪事働くたびに対戦相手はそれぞれカード3枚制作すると。で、この能力は毎ターン1回しか誘発しない。まあ、ただ3マナ24でこの能力は強そうだな。まあ、古来よりさ、リミテッドってその40枚デッキだからさ、まあ、大体40枚だから、その切削でライブラリーアウト狙うってのはね、強いとされてんだけど、最近やっぱどんどんクリーチャーの質上がってるからね、LO をさせるまでのね、時間全然稼げないんだよな。だから昔だったらね強いカードだったけど、まあ、昨今ちょっと LO 戦法を現実的に作るのはねむずいよな。
なんかあんだけ切削が大量にあったさ、イクサランとかでも全然現実的じゃなかったから、まあ最近は LO 戦法はもうリミテでも厳しいんじゃないかな。ただ3マナ24だから元のスタッツが9大点だからね、まあ、それ考えてもでもまあ多分ただの3マナ24で収まるような、地上固めて上から殴るっていうなんか本来のその青のプランに収まりそうなんで、リミテッド3点構築も1点じゃないかな。神霊の荒くれ者でした。で次のカードで、次のカード秘密の応酬、3マナソーサリーで悪事働いてたんだったら1マナ軽くなると、でカードを2枚引く、まあ予言の上位互換ですね。その古来よりの2ドロー予言が、まあ、2マナで打てるかもしれないと。とはいえね、2マナなんだよな、この2ドローっていう挙動は。やっぱなんとかしてね1マナまでね落としたいんだけど、まあ2マナでも悪くないんかな、ちょっと微妙だな。なんかそれだったら航路の作成とかで2ドローした方が手っ取り早そうだから、秘密の応酬な、構築も1点で、まあ、リミテッドも、リミテッドは強いか、まあ3点ぐらいあるかな。秘密の応酬でした。で次のカード、で次のカード、脱獄の企て、1マナソーサリーで砲台持ってて、プラス1マナでクリーチャー1体対象としてプラ1カウンター1個乗っけてブロックされなくなると。でプラ2マナでアーティファクトやクリーチャーである1つをオーナーはライブラリの上か下に置く。え、強くね待って、普通に3マナでそのライブラリーバウンスができんだ。その位置は相手依存だけど、まあ、とはいえさ、3マナでちゃんと除去してるから、え、強くないか。でまあその3マナでアンブロとパンチってのもできるから、まあ終盤、え、マックスキャストで6マナ、マックス6マナで打って、まあ、除去&クロックアップっていう結構強いカードだと思うぞ。構築いってんだけど、リミテだってこの3マナの除去だけでもさ、そんな悪くないやん。こっち先行だったら、まあ、この3マナでバウンスして殴るってだけでも結構ね、その戦闘のイニシアチブ取っていけるから、あれ脱獄のクワだってもう強いんかな。なんか強いカードばっかりで、やっぱその差がなくなってきてんな、本当に思うけど。だからもう3だよこれ。もう多分ね、リミテのカード3と4ばっかなんだろうな。最近ちゃんとその格差が生まれなくなってるから、マジでこれ何にも使い道ねえじゃんっていうカードがないのよ。でこれはいいことです、めちゃめちゃ。あのね、俺が3とか4しかつけられないのはリミテ目線で言ったらめちゃくちゃいいことだと思うよ。こんなあのどれもこれも似てなくてちゃんとバランスいいってすげえと思う。マジでマジックのリミテッドは本当にね、年々良くなっていってるから、そのなんかさ、商品に関してはさ、もう出しすぎだとかいろいろ言われてるけど、なんでこれリミテッドこんな良くなってんの、すごいんだけど。30年さこのゲームやっててまだここの分野進化するってやべえと思うよ俺。本当にこれはね、マジですごいと思う。冗談抜きで、もうリミテッドとかもさ、年々飽きてかないと違和感あるぐらいのに、年々面白くなってるっておかしいからな、普通に考えて。これすごいよな。でも大半のプレイヤーはそんなリミテやってないのよ。おかしいって全部が、マジで。なんかここらで変わってほしいな。で、次のカード。で、次のカードは完結戦ドレイク。3マナ23飛行で、あんたのターンでない間、呪文唱えるためのコストが1軽くなると。相手のターンに動くそのフラッシュ系デッキが恩恵もろに受けれるかな。そうですね。で、まあ1マナ軽くなるってのは、相手のターンに2アクションとか取ると、まあすごいアドバンテージだから、そうだね。なんか1マナとか2マナのカード相手のターンに打てばさ、その2マナ分得するから、だからね、そういうので強いかな。なんかテイロス冠婚記で、なんかナイヤードで同じようなやついたけど、あれ同じだったかな。まあ多分そうだと思うけど、あれとか強かったから、まあそう考えると完結戦ドリンク、まず飛んでるからね、こいつ。3万23で飛んでるから、超強いんじゃない？何これ。え、これ大丈夫？こんな強くて大丈夫な？リミテッド4点ぐらいあるんじゃない？で、構築もなんかちょっとありそうな気するけどな。2点ぐらいあげよう。なんかあのそういうマニアックデッキは組めると思うんで、完結戦ドレイク良さげな気します。で次のカード、でこっから先が黒のカードの紹介です。で黒のカード、まず1枚目が卑怯な行為。1マナインスタントで俺がコントロールするクリーチャー1体と対戦相手のコントロールするクリーチャー1体対象で、前者がプラ1、後者がマイナ1。まあよくあるカードだな。ただ1マナでこれできてんのってあれない？あれそんなことない？なんか2マナでプラ1カウンターとマイナ1はあるけど、1マナでやってるカードって多分ないよな。あ、なんか11トークン出してなんかマイナ1とかはあったけど、普通に戦場にいるクリーチャーにそのままプラ1とマイナ1はあんまないんで、まあ、使い勝手で言うとこっちの方が強いから、結構強めな除去というかコンバットトリックカードかな。1マナなのも強いんでこれ3点です。で構築ももしかしたらある、これは。普通にクリーチャーに修正値でマイナ1だから、そうね、まあ、構築も2点ぐらいかな。ちょっとあるカード、卑怯な行為でした。で次のカード、
で次のカードが哀悼者の驚き、2マナソーサリーで墓地にあるクリーチャー最大1枚対象として手札に戻す。でその後ご当地トークの11傭兵が出てくるっていうので、まあ2マナでとりあえず傭兵出るし墓地からカード回収だしっていうので、まあ2マナでアドバンテージ出てるから強いんじゃないかな。2マナで11傭兵も、まあ、そのデッキ次第では悪くないから、多分これもリミテでは結構強いんじゃないかな。あとまあ墓地からそれ戻さなくてもいいから、まあ、墓地にクリーチャーいなくても傭兵出すだけっていうのも、まあ、状況次第ではありなんで、まあ、リミテッド3点で、まあ、構築もな、これもまあ2点じゃないかな。傭兵くんがどれぐらい強いかですね。ちょっと傭兵くんに期待です。で次のカードで、次のカード、堕落した革新、1マナインスタントで追加コストでクリーチャー1体験に捧げる。でカード2枚引くと、まあ、村の儀式と全く同じだな。てか、え、待って、堕落した革新もさ、え、まんま再録じゃない？あの、え、機械兵団にあったやつだよな、これ。そうだね、うん。何も変わってないね。で、まあ、あれ強かったから多分強いんじゃないかな。まあ、主な使い方で言うと、まあ、サクリファイスギミックがあるデッキとかだと、まあ、難なく採用できるし、で、そうじゃなくても、まあ、除去向いたやつをサクってドローンに変えるっていう動きは、まあ、相手のテンポもくじけば、まあ、そのアドバンテージも得られるんで、だからね、まあ、そういった意味で使い勝手はあるので、まあ、いつも通りの3じゃないかな。で、構築は今んとこ使われてないから、まあ、とはいえ、なんだろう、なんかサクリファイスデッキ使うから2ぐらいあるのかな。堕落した革新でした。で、次のカード。で、次のカード、待ち伏せる戦速中。6マナ6に瞬速。瞬速でこのタフの低さやべえな。で、こいつが戦場出た時に対戦相手がコントロールするクリーチャー1体にマイナーにマイナーに修正と。あ、でもま、普通に除去内蔵してんのか。まあそうですね。まあ瞬速持ってるクリーチャーってできるだけタフネス高い方が、まあそのブロックに回ってさ、一方殺取れるから強いんだけど、こいつパワー6もあるけどタフネス2しかないから、その2-1と相打ちしちゃうんだよね。2-1と相打ちはね、マジで悲しいから。そうですね。なんかブロックに回ってもうちょっと強い性能あったりするといいんだよな。なんか4-4が殴ってきてマイナーに修正かけてやっても結局相打ちだから、なんか6マナっていうさ、とてもじゃないけど、その初手のハンドであってほしくないクリーチャーなのに、加えてこの能力はあんま強くないよりなんじゃないかな。除去内蔵してるとはいえ、まあでもないか。まあ6点だからね、普通に相手ガラ空きの戦場出して、まあ、殴るだけでも強いから、まあリミテッド3点ぐらいあるかな。あんま使いたくない。いや2だな。除去内蔵されててもやっぱ6マナでダブシンだから強いカードとは思えんな。で構築も1点でございます。で次のカード、で次のカードはこれレアのカードで戦慄の本質でございます。3マナのソーサリーで砲台がモード3個あると。プラ1マナ払うと対戦相手1人対象として、そのプレイヤーは自分がコントロールするクリーチャーの数の単数を切り上げた半分の数のクリーチャーを犠牲にする。これどっちなんだろう。単数っていうのははみ出した部分で、でそれを切り上げたっていうことは3体いたら2体犠牲にするっていうことで OK。 まあ多分そうだろうな、うん、でプラ1でその半分犠牲にする。でプラ2マナで対戦相手1人対象として、そのプレイヤーは自分の手札にあるカードの枚数の単数を切り上げた半分を捨てる、うん、で最後がプラ2で対戦相手1人対象として、そのプレイヤーは自分のライフの単数を切り上げた半分を失うと。あ、なるほどね。あ、まあ、何してもその半分にするのが全部の能力が、まあ、フルで使って9マナか、違うか8マナか、まあ、フルで使って8マナで、まあ、全部半分マンでございますね。ザ・センターマンの誕生です。全部使うとお前は今日からセンターマンです。でまあ一応イラストもまあそういうフレーバーが込められてるのかもね。なんかこの列車にゾンビがいっぱいいて、あのこれ切り離すことで、あのなんかこっちの車両は生きて、なんかこっちは切り捨てられるっていうので、だからなんかそれが込められてるのかもしんないけど、こいつらアホだろ。そのゾンビがいる側にいる側で切っちゃってるじゃん。ゾンビ好きすぎだろお前ら。やばい。なんかゲラルフとギサ、あの普通はさ、ゾンビのいる車両を切り離して逃げてくるじゃん。ゾンビ好きすぎてゾンビの車両の方を切ってんだけど、むっちゃアホやんこれ。え、すげえ笑える。さすがアメリカ、ジョークが効いてますね。これむちゃくちゃおもろいな。まあリミテッド構築の評価に移るけど、まああんま強くないんじゃないかな。まあとにもかくにも強くない。いやでもね、切り上げた半分ってことは多くが減るんだったら結構強い。でも別にあれだもんな、半分つってもいらないもの半分桜られるだけだから、なんかあんまりしっくりこない。ライフ半分もな、半分別に20が10になっても8が4になってもなんかあんまりありがたみないからな。いやそんなもないか。まあでもリミテもあんま使わない側なんじゃないか。ちょっとね、半分一気に捧げるかどれぐらい強いか次第かな。手札半分捨てるなんか終盤別に手札なんかないだろうから、まあ2点ぐらいじゃないかな。なんかあのさ、で、あの、この間イクサランにいた、そのターン終了時に失った分だけライフ失うデーもいたじゃん、吸血鬼か。あいついると、まあこの半分ライフ失ったらエンドにもう半分失ってゼロになるから、
全然強いコンボだと思わないけど、まあ、一応黒単色でできるからありなのかもしれないね。うん、まあ、構築にリミテッド3ぐらいだと思いました。で、次のカード、で次のカード、無慈悲な殺戮。4マナソーサリーで、あなたはコントロールする望む数のパーマネントを一気に捧げる。で、その後その数に等しい枚数のカードが引ける。で、計画が3マナ。まあ、土地まで含めて削り放題なのは結構すごいんじゃないか。てか、これなんか構築のコンボデッキでありそうだな。なんか大量にマナ出せる状態までして、もう土地も全部いらないから、その削って、その出たマナだけでコンボするみたいな。なんかコマンダーとかは少なくとも、もう確実に何かする気満々だし、まあ計画あるから、その構築フォーマットでももう大量に学べる展開まで行ったら、もう土地も全部サクってコンボするっていうのありだと思うんだよな。これなんか構築ちょっとありちゃう、3点ぐらいあるんじゃない。でリミテッドは、まあ、4マナ払って、まあいくらそのパーマネント土地でもいいとはいえ、やっぱサクるものいるからそんな強くないで2とかじゃないかな。まあ砲台もね、一応ダブシンあるから結構色拘束もあるんで、基本的には強くない。そうですね、うん、あんま強くないカードと思いました。で次のカード、で次のカードが、狂心的な用心棒。5マナ54で、俺のターンの間、悪事働くたんびにターン終了時までこいつは破壊不能を得ると。あ、でもさすがにこれはあれか、誘発能力なのか。そうだよね、これ誘発だよな。さっきのさ22のさ二段攻撃は常在だったじゃん。あなたのターン中に働く旅だもんな。そうだね、これね、よくできてんな。二段攻撃なんかは別に常在でもさ困ることないけど、これ破壊不能常在だとね、むちゃくちゃ面倒なんだよな。その破壊不能っていう除去体制をスタック返さずに得たらマジで面倒だから。そうですね、なんかこいつがなんかのタイミングで破壊不能になる、じゃあそのタイミングで破壊しますってのができないと、なんか殴ってくるこいつに対して脅威すぎるから、54が殴ってきてブロックいって、で破壊不能得るんだったら、じゃあこいつ除去しますみたいなのがね、成立しないとさすがに終わってるんで、まあ、ちゃんとよく考えられてるな。錠剤というはずがちゃんとこんな細かいところで使い分けられてるとは。というわけで、まあ、リミテッドはまあ強そうなんで、まあ、3ぐらいかな。で、構築は1点です。で、次のカード。で、次のカードが砂漠の本文。2マナインスタントでクリーチャー1体対象としてマイナ2マイナ2修正。で、砂漠があったらその砂漠の数だけ追加でマイナ1修正。だからまあ砂漠、まあ、最低1個欲しいね。2マナでマイナ3は欲しいから。で、まあ、もっとあるんだったら結構除去として強いんじゃないかな。で、まあ、コモンだからね、相当ピックもしやすいし、で、まあ、砂漠がそんななくても、まあ、マイナ4とかはいけると思うんだよな。二色土地もさ、今回砂漠だし。そうね、なんか前の洞窟とかと違って砂漠は全然よくピックできるしプレイアブルだと思うから、まあ、マイナ5が全然目指せるカードとしてはかなり強いんじゃないかな。リミテッド4点ぐらいあるんじゃない。普通にすげえ除去として強いと思いました。まあでも砂漠、まあ出ても2枚ぐらいかな。ちょっとそれ次第だな。3枚が出るかどうかにかかってる気がする。で、構築はまあ1点かな。砂漠の本文。で、次のカード。で、次のカードがレアのカードで、腐食の荒馬。2マナ22で、こいつ強いんだよな。こいつアタックするたびにライブラリの上のカードを公開して手札に加える。で、公開されたマナコスト分ライフ失うんだけど、もしこいつ騎乗されてた場合は、対戦相手がライフ失うっていうので、逆ボブに変わるんだよ。で、ボブでも、まあ、2マナ22だから、その11と相打ち取らないで済むから、殴りながらアドバンテージ稼いで、そうね、時には相手のライフを奪いに行くという、腐食の荒馬でございます。ただ、これ使う場合は、多分、自分のデッキのマナコストを低めに設定して、まあ、アドバンテージ取りに行くっていう方が健全だと思うから、まあ、相手のライフがあんま失わせられないのが、たまに傷というか、まあ、傷なんじゃないかな。まあでもね、なんか、とどめの位置だとかで、もう乗り込んでアタックして、こいつの攻撃通らないにしても、めくれたカードがシェオールドレッドだったら、相手4点食らって死ぬじゃんみたいな、そういう展開ありそうだから、腐食のアラはね、結構期待したいかな。なんか、アグロデッキって本当に組めないけど、なんかこうなったらね、なんか組んでもいいかな。アドバンテージ得ながら、まあ、ガンガンこういうので殴っていくっていうので、で、アドバンテージ得るから、まあ、相手のさ、強力な2カードは、まあ、除去して、突破するっていうのもできるんで、そうね、腐食のアランはちょっと個人的には構築なんか4点ぐらいつけたいかな。なんか、うん、そうね、なんか活躍はしてほしいけど多分活躍しないんだよな。活躍してほしいけど多分活躍しないんだよな。でもリミテッドも多分、まあてかリミテッドこれ弱いんだよな。リミテッドは今度めくれたカードで全然死んじゃうから、まあでも男だったらやってみるっしょみたいので、まあ4点かな。リミテッドは極力騎乗して殴りたいね。まあ、次のターン出たクリーチャーが騎乗して殴ったらもうとんでもない後だから、それかな。まあ、ブロックされて死んだとしても全然ありだから、まあ、パワー3いっぱい入れて、まあ、2ターン目3ターン目がちゃんとそのムーブできるように組んだら強いかな。
不織の荒馬でございました。いやもっと強いんだな、これわかんねえな。ただ騎乗3だからね、わりかし要求値高いんだよな。次からドブンではないから、まあここ十数年続いてるこのボブもどきが強いか強くないか論争みたいなの中で、まあちょっともしかしたら可能性ある1枚なのかもしんないね。てかまあ究極ボブが来てももしかしたらそこまで強くない可能性も秘めてはいるからね。だからちょっとそのボブもどきに夢見るおじさんたち、そろそろ冷静になった方がいいかもしれない。で次のカードで、次のカード、うつろなる貴族、7マナ42で唱えるためのコストが墓地のクリーチャー分だけ1軽くなると。あ、だから最安1マナ42飛行なんだ。もうこういうの見ると興奮するよな。なんとしても1マナ42飛行で出したい。でこいつが戦場出た時に望む数の対戦相手対象として、それらのプレイヤーはそれぞれカードを1枚する。であなたはそれらのうちマナ総量が4以上であるカードを捨てなかったプレイヤー1人につき1枚カードを引く。出ました。え、捨てなかったプレイヤー4以上であるカードを捨てなかったプレイヤー、これマジでよく出てくる難解あのマジック構文なんだけど、4以上であるカードを捨てなかった、つまりその3以下を捨てたプレイヤー1人につき1枚カードが引けるんだよな。だから土地とかその雑っこいカードを捨てたらワンドローになるっていうので、なんか極力強いカードを捨てなさいという、まあそういうカードなんだろうな。合ってるよなそれで。うん、でまあリミテッド構築の話をすると、まあそうですね、切削ギミックが結構あって、まあ現実的なところで3マナぐらい軽くなってで4マナ42飛行でアドバンテージ入れるから、まあそれなら強いかな。まあただ墓地にクリーチャー落ちるかどうかもね、結構そのよっぽどかき集めてない限りは相手のそのブロックだとかさ、その除去次第だから、まあそんなめちゃめちゃ強くはないんじゃないかな。まあでも4点ぐらいあるかな。なんかこの手のねカード取ってあの困るのがなんか全然こいつもマナ軽くならねえなっていうので、結局6マナ目ぐらいにキャストして、でその頃にはもう時すでに遅しみたいなのがよくあるからね。それパッと見は強いんだけど、何マナ軽くなるかが分かんねえからな。まあ、構築の方が何ならあるかもね。構築3で、まあ、リミテッド4ぐらいのうつろなる貴族でした。で、次のカード。で、次のカード、血のペテンシー。2マナ11で悪事働くたんびにプライチカウンター1個乗っけるけど、毎ターン1回しか誘発しない。で、4マナ起動で対戦相手1人対象として、そのプレイヤーは1点ライフ失って、俺が1点ライフ得る。まあ、4マナ起動でドレインまで持ってると。まあそうですね。まあとりあえず2マナ33ぐらいまで育てば、もう問題なしな。カードかな。まあ強いけどそこまでなんじゃないかな。毎ターン1ずつでかくなっていくかどうかがまあ肝だけど、まあリミテッド、まあドレインがあるのが強いな。こいつ別に殴れなくなったら殴れなくなったでドレインできるから、まあ4点はあるかな。で構築はさすがにあんま強くないんじゃないかな。2点ぐらいですね。血のペテンシでした。で次のカード、で次のカード、むさぼる灰。4マナインスタントでクリーチャー対象としてそれを追放する。でそれのマナ総量3以下だったら超放2が行えると。まあ追放状況だから破壊不能とかもね、あの処理できるんで結構強い寄りじゃないかな。黒ダブシンであるけど別にクリーチャーのサイズ関係ないもんね。でちっちゃかったらなんなら徳がついてくるし、で徳も超法2だからまあ相当いいね。さっきのその切削とかの助けにもなるし、でさらにまあトップのいらないカードも弾けるんで、まあリミテッドは4点あるかな。超強い状況で構築はさすがに1点。で次のカード、で次のカード、金庫の略奪者。3マナ31で戦場出た時にプレイヤー1人対象として、そのプレイヤーはカード1枚引いて1点ライフを失う。まあファイレクシアの踏ん抜きのパワーでかい版か。そう、3マナ22で出た時にワンドローの1点ルーザーいるけど、まあ、3マナ31でパワーでかい版はね、強いか弱いかで言うとどっちなんだろうな。そのタフ1と相打ちっていうのがね結構ネックだけど、ただあの打点入る時3なんだよな。で基本的にファイレクシアの踏ん抜きは強いんだよ。踏ん抜きは強いかな。まあ、こいつも強そうではあるけど、今回11トークンがさ、出まくるから、まあ、多分踏ん抜きほどは強くないんだろうけど、神コモンって呼ばれる部類には入りそうだけど、まあ、構築じゃなくてリミテッド3点で、まあ、構築が2点かな。金庫の略奪者でした。で、あと、ま、一応対戦相手も選べるから、ま、とどめの1点とかにも使えるんで、まあ、そこはね、悪くないかもね。うん。ま、前のめりなデッキだったら、これとどめの1点ちゃんとゲームに影響するだろうし、で、次のカード。で次のカードが鎖破りのネズミ。1マナ11で死亡時に11の傭兵くんが出てくると。まあ傭兵くん出てくるんだったら悪くないかな。1マナ11ってすごい貧弱だけど、まあその死んでも何か出てくるから、まあタフ1との交換材料としては非常にね、もうそんだから、だからやっぱりこいつはあんま強くないかもしんないな。うん、であとまあその作りギミックとかとも相性いいね。サクってももう一回サクれるドンが出てくるから、まあこの手のカードは大体リミテッドで、まあ、活躍するけど、まあ3点じゃないかな。その枚数いらないからね。うん。で、こっからが赤のカードの紹介ですね。オッケー。多いな。じゃあ始めます。はい。開封大好きヨシイロのチャンネルのメンバーシップがついに開始。その名も開封大好きマニア。1回15ドル。
今まで YouTube で公開されなかったカット映像をここで一挙放出。一個狭っ。おお、びっくりでした。これ去年もやったわ。回んのよこれ。日本にはないタイプの。ここだけデガスに置かれる。ちゃんとあるんだな、ルールは。面白い映像、感動的な映像、そして雑談まで盛りだくさん。やっぱ飛行機ってね、本当にあの客のこと一切考えない乗り物だ。乗るだけは乗るよみたいな。その割に高い。お家での暇な時間、移動中、いろんなところで楽しめる開封大好きマニア。無理と。ぜひ皆さん応援してね。で続いては赤のカードの紹介です。で赤のカード、まず1枚目がアンコモンのカードで異様の狩り集め、2マナエンチャントで各ターンに2つ目呪文唱えるたびに、まあ、傭兵くん出てくると。で計画3マナであるんで、まあ、計画の方が重いけど、まあ、計画することによって、まあ、最初の誘発は難なくクリアできるような、うん、というわけで、まあ、とりあえず1体は出せるし、で1体出てあとまあ2回ぐらい誘発しないと元取れないんじゃないかな。3マナ払ってるからね、なんとかして2回ぐらい誘発したいかな。で、まあ、傭兵トークンがね、いっぱい出てくるのは、なんか雑魚いクリーチャー殴りに行く上でも、まあ、みんなでさ、そのパワー上げてやると、まあ、結構相手側もさ、その通すわけにはいかないんで、だからブロックに来るっていうので、まあ、傭兵増えるのは、意外とあの、ギミックとしては強いかもしれない。あと、単純に、その、飛行だとかさ、威迫だとか、回避能力持ってるやつが、その全部のパワー修正を受けて殴るっていうのも、強いと思うんで、なんか傭兵はね、意外とこの環境のなんか、すごい肝になる、効果なのかもしれないな。なんか計画以上にもしかしたらリミテッドではね、この傭兵くんがなんか大事になるかもしれない。特にその飛行との相性抜群だからね。でまあこれカラーリング的にもまあ青赤とかでさ組みやすいから、まあリミテッドはまあ期待込めての3ぐらいかな。でまあ構築はまあさすがにノーちゃんで2じゃないかな。異様の狩り集め何体ぐらい出るんだろうな。ちょっとその何体出るかが想像つかんけど、まあでもまあ2体ぐらいか3体とか出るかな。2個目の呪文いくら計画あるとはいえ、そのあのコンスタントに出し続けらんないと思うから、まあそうね、そんなもんなんじゃないかな。で次のカードの紹介で、次のカードがしっぺ返し。2マナインスタントで砲台が2個あって、プラ1マナでインスタントかソーサリーか機動型能力か誘発型能力1個を対象としてコピーできる。でそのコピーの新しい対象が選べる。でプラ1マナで呪文や能力であり、単一の対象を持つ1つを対象としてターゲット変更できると。あれ強くね。マーカーダブシにかかるし、で、その上にさらに追加で1マナどっちかかかるけど、そう、普通にさ、インスタントソーサリー能力をコピーできるって、ここまでさ、なんでもコピーできるのってあんまないよな。赤ダブシンだけど、普通にこれ、強くない？で、自分のだけでもないし、対戦相手のもできるから、なんか構築の方がちょっとあるんちゃう？構築3点。でまあリミテッドはもう歴代この手のコピーする系対象変更する系が強かった試しがないんだよな。だからまあ多分使わないで2じゃないかな。うん、特にねインスタントが操作でコピーする際にマナかかんのがめちゃめちゃ相性悪くないのか、今回計画があるから悪くないのか。そう、普段さコピーするカードってその呪文唱えるに際してもう一個さこれを唱えるためのコストがいるから、だからめちゃめちゃ使いづらいんだけど、今回計画があるから、計画あるからね、初のなんかこのコピーって強いんじゃないかな。期待込めて3にしよう。疾病返しでした。で、あとまあ自分の限定じゃないのもね、結構トリッキーな使い方が、まあ時々できると思うんで、まあそれも強みかもしんない。で、次のカードがトゲだらけの2人。3マナ22で戦場出た時にタップすると、プラ1プラ0の傭兵くんが出てくると。まあシンプルに強いね。3マナ22と11が出てくるから、まあ殴るデッキがその面を厚くする上で、まあ全く問題ない能力なんで、そうですね。で、別にこの傭兵くんさ、こいつのパワー上げてやるだけでも、まあ、次のターンから3点クロックになるから、なんか、分かれてもありつつ、その点でも攻めれるんで、点でも面でもいけるトゲだらけの2人、結構強いんじゃない？リミテッド3点、構築1点でございます。で、次のカード。で、次のカードがドクトカゲの狩猟者。3マナ42で、騎乗された状態でアタックするたびに、ライブラリの上にあるカード1枚を追放して、次のターンまでプレイできる。で、騎乗が1と、あ、強いな。あれ、まあ、3マナ42がさ、まあ、結構リミテッド的にはさ、割りかしありじゃん。そのなんかどかしてアタックして4点入るから。だからタフネス低いけど、まあパワー4なのは結構強くて。で、それに加えて、騎乗が1じゃん。誰でもいいから乗れるじゃん。で、それでトップ追放したカードは次のターンまでだから、なんかとりあえずまあ脳死で乗り込んでアタックしても損ないんで、なんか赤にしてはね、これ結構珍しいかな。ちゃんと安定してアドバンテージが取れて強そう。リミテッド4点はあるんじゃないかな。で、構築も、もしかしたらで2点かな。
そんな弱くはないと思う。で、次のカード。で、次のカード、早打ち。1マナインスタントで俺がコントロールするクリーチャー1体対象として対戦相手1人を対象とする。で、ターン終了時まで、そのクリーチャーはプライチプライチ修正と先制攻撃を得て、ターン終了時まで、そのプレイヤーがコントロールする全てのクリーチャーが先制攻撃と二段攻撃を失うと。なるほどね、なんか及ぼす効果、えぐいな。まあ、早打ちだから、もう俺の方が絶対先に攻撃できるぞっていうのがフレーバーに込められてるけど、もうこの街の住人全員が先制攻撃を失うっていう、赤の能力としてはちょっと、及ぼす効果エグすぎないか。まあ相手が先制攻撃持ってたとしても、まあ一方ずつ取りに行けるってのあるかもしれないけど、まあ基本的によくあるシチュエーションで言うと、まあ普通のそのプライチと先制攻撃と何ら変わらないんだよな。で別に先制いるからこのプライチのタフ1の部分そんなにいらないので、そうね、まあ究極的には別にプライチプラゼロでも問題ないかな。まあ一応その火力とか向けられた時に避けるっていうこともできるけど、まあ基本的にはほぼ意味をなしてないプライチだから、まああんま強くないんじゃない。リミテッド2点とかなんじゃないかな。で構築もまあ1点じゃない、早打ちでございました。まあ使われるとは思うよ、使われてうわーってなるかもしれないけど、あんま強くないのと、あと赤1マナ立ってたら一応早打ち警戒しようってので、まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいのかもしれない。で、次のカード。で、次のカードが伝説のクリーチャーで早掛ける豪華カラミティ。6マナ46速攻で、こいつが起乗された状態でアタックするたんびに、このターンにこれに起乗した伝説じゃないクリーチャー1体選んで、そのコピートークン1体がまあタップ状態かつアタックしてる状態で生成されると。で、次の終了ステップ開始にそのトークン1体に捧げるっていうのをもう1回繰り返す。あ、なるほどね。だからトークン2体出るのか。てか、じゃないと意味わかんないよな。別に起乗したやつが別に出てきてもなんかそんなありがたみねえなと思ったけど、あ、でもないか。別にそのターン出たやつがそのまま殴ってんのと同じだから、あれこれ究極別にさ、コピー出なくてもさ、まあまあ強いっちゃ強いよな。うん。で、しかもコピー出るから、いかれてるだろ。もう次のターン、しかもこれ速攻あんのか。やばっ。お、強いっすね。あ、これ強いな。もう出たターンからちゃんとぶっ壊しに行けるし、で、次のターンとか、もう除去ミスったら終わりだからな。あ、ちゃんとゲームエンド級のカードだから、まあ5点かな。その、一応戦場できてないといけないけど、ある程度そのクリーチャーいたりしないといけないから、まあそこは必要だけど、まあそれでも及ぼす効果がでかすぎるんで、リミテッド5点の、まあ構築2点ぐらいでございます。まあ2個出てくるって結構新しいから、なんかコンボあるんじゃないかな。まあそれこそなんだろう。そのミネの恐怖とか出したらさ、てかミネの恐怖がいる状態でカラミティ出したらまず4点取るじゃん。でミネの恐怖が乗り込んでで2体出てきて5点5点でしょ。おー、もう死ぬだろそんなもん。ミネの恐怖カラミティコンボがねできますね。しかもリミテッド内でできるのがやべえな。ミネの恐怖カラミティコンボ大きそう。王冠泥棒王子への対策カードになるかもしれない。いや、ミネの恐怖がミネの恐怖で荒れるわけがないから無理か。で、次のカード。で、次のカード、極打ち。5マナインスタントでクリーチャー対象として、あと、それでないクリーチャートークン最大1体対象する。で、前者に6点と後者に2点。まあ、トークンじゃないものに6点とトークンに2点っていうので、まあ、5マナでアドバンテージが稼げるかな。で、まあ、一応シングルシンボルだし、まあ、クリーチャーインスタントタイミング6点が悪くないんで、なんかね、この手のさ、赤のさ、なんか重い軽火力とは思えないぐらい丸くて強いんだよな。なんか、もうちょっとさ、不親切でもいいのに、インスタントで打てるし6点っていうので、結構このセット内の最大級サイズまで焼けるから、すげえ強いな、これ。いや、リミテッドの除去では文句なしかな。まあ、ただ除去が重いっていうこと自体が、まあ、問題だから、まあ、3点かな。で、構築は1点かな。極打ちでございました。で、次のカード。で、次のカードが獰猛化。3マナのエンチャントで、これエンチャントあれか。戦場のエンチャントか。で、あなたのターンの戦闘開始に以下から1個選ぶ。俺がコントロールするクリーチャー1体対象として、プラ2プラ0修正。で、俺がコントロールするクリーチャー1体対象として、威迫と速攻やる。まあ、毎ターンこれが選べるっていうので、まあ、置物としては強いんじゃないかな。まあ、出た瞬間から一応仕事するっちゃ仕事するし、で、まあ、プラ2プラ0も、なんか貧弱なフライヤーとかさ、サイズ上げる上で強いから、さっきのね、1マナ11フライヤーとかも、こういうのいれば、もう全然11じゃないからさ。あれ、これがあるんだったらね、11フライヤーもっと強いんじゃないかな。これは強そう。まあ、リミテッド4点ぐらいなんじゃないかな。で、構築も、なんだろう。ファイヤーズみたいに使えば強いんか。まあ、でもその、ファイヤーズ置いてる暇がないからな、昨今。まあ、2点かな。なんか未来に期待しても2点。どう猛化でした。で、次のカード。で、次のカード、100発100中の決闘者。2マナ13で到達持ってて、1マナタップで対戦相手1人対象として、こいつはそれに1点ダメージ与えると、つえ、出た!悪自慢じゃん、お前。悪自慢出てきた。ついに毎ターン悪自働ける。悪ガール出てきた。お姉さん、エッチで悪いね。すごい。
こういうのを待ってたよ。でしかも強い2マナ1ターンで到達あるから上止めながら悪事働けんじゃん。そうですね、あこれいいですね。まあさすがに自分のターンで悪事働いたら守りに行けないけど、こんなのを待ってたよ。いやお前絶対あの神顧問です。このセット内の神顧問であることは確定したぞ。お前リミテッド4点だ。で構築は1点だ。100発100中の決闘者でした。ゴブリンの投下士みたいなのがいたらね、もう最強なんだけどね。さすがに投下士いたら狂ってるから、もうこれでも君はエースだよ。多分アンコモンよりも率先して採用されるんじゃないか。1点しかもでけえしな。で次のカードで、次のカード、街道筋の強奪。2万の操作人でカード1枚するか土地1個サクルかして2ドローすると。なるほどね。でしかもこれ、あ追加コストじゃないから、まあ、打ち消されたらサクらなくていいんだな。あで計画が2マナ、まあ、普通のなんだろう2マナでなんか捨てて2ドロー系カードと何ら違いはないけど、まあ、計画があるからなんかそのストーム系のデッキだったりだとか、あとまあはたまたこれイゼミニとかが強いね。イゼミニで俺計画しておいて次のターンさ、なんかそのアクションってか3個のさ呪文唱えやすいじゃん。計画って単純にそのイゼフェニの強化のそのメカニズムでもあるし、この挙動自体イゼフェニで強いからイゼフェニで使うんじゃないかな。なんか使う期待込みで4点ぐらいある、構築4点あるかもよ。まあ、イゼフェニってすごい細いとこだけどな、細いとこでまあ4点ぐらいあるかもね。でリミテッドはまあ普通のカードで2点ぐらいじゃない、なんかあんま強いとは思えない。で次のカード、で次のカード鉄拳の粉砕者。5マナ4号到達で各ターンに2つ目呪文を唱えるたびに対戦相手1人に2点ダメージ与えられると。まあ5マナ4号で、まあ、守りに行ってもいいし殴ってもいいし、でシステムだけで2点焼き続けてもいいから、そうね、2つ目呪文っていうので、まあ、悪事ほど簡単じゃないけど、まあ、1回起こすぐらいだったら非常に簡単だから、まあ悪くないよりなんかな。ただ5ターン目に出てくるクリーチャーとしての質としてはあんま良くないから、リミテ2点ぐらいで構築1点ぐらいの鉄拳の粉砕者でございました。で次のカード、で次のカード雷の聖者。2マナインスタントでクリーチャー1体対象としてそれに X 点ダメージ与える。で X はこのターンにあなたが唱えたこれでない呪文の数に2足した数に等しいと。まあ、最低でも2点火力になると。でなんか呪文唱えてると、まあ、3点4点といくけど、まあ、現実的なところで3点だろ。3以上はちょっと厳しいから強くないんじゃないかな。なんだろう、なんか、まあ、2マナやっぱね2点と3点大きな差なんだよな。殺せるやつがねだいぶ変わってくるから強くない除去だと思いますね。これ2点じゃないリミテッドで、構築も1点じゃないかな。なんか除去に2点つけるっていうのはかなり弱い証拠だと思うけど、まあでもなんかアグロ強そうな環境であるからな、まあ、一応3にしよっかな。いやでも2にしよう。やっぱりね2点で死ぬやつ少なすぎると思う。で次のカード、でこっからが緑のカードの紹介ですね。で緑のカード、まず1枚目全速前進だ。5マナ操作でターン終了時まで俺がコントロールする全てのクリーチャープラインプライン修正とトランプル。でさらにこのクリーチャー2体以上のクリーチャーにはブロックされないを得るという、まあ、オーバーランの調整版ですね。まあ、オーバーランよりかは弱いんじゃないか。いやオーバーランなんかその神話伝説みたいなのもうやめようぜ。別に今となったらそんな強いカードじゃないからな。そうですね、まあフィニッシュカードとしてよくあるんだけど、やっぱり全体プラニーでしかも操作リーダーが先に打つわけじゃん。だからなんか突然の死を迎えさせることはできないから、まあ、盤面作ってもうどうにもならないだろうヘイみたいな方向しかないからね。だからまあ全速前進もあんま強くないんじゃないかな。やっぱりこれで勝てるときってよっぽどこっちがちゃんと盤面作り上げてる状態だから、でそのタイミングでちゃんとこれが引けてるみたいな、うまいこと噛み合ってるって珍しいと思うんで、あんま強くないよりかな。まあ、とはいえ、11の傭兵くんいっぱいいるからね。傭兵くんいっぱいいること考えたら、強いかな。なんかこの逆威迫が微妙なんだよな。いや、でも逆威迫の方が強いのが、この場合。そうだね。なんかどうやっても死んじゃうじゃんっていうのが取りやすいからな。まあ、この動作の場合は逆威迫の方がなんなら強いまであるかもしれないから、まあそれ考えて、まあリミテッド3点かな。で構築は1点でございます。で次のカード。で次のカード、宝物庫での裏切り。一番大事な時に裏切ったのお前。誰だ？誰が裏切ったんだ？王子か。王子っぺ。ちょっと待って、イラスト見たらわかる。これ誰裏切ってる？誰裏切った？王子か。ブラスカか。それの、アニーフラッシュか。ちょっと待って、イラストから考えよう。いや、じゃあフレーバーから考えてもらえば。きしみながら宝物庫が開き、不自然な同盟は不自然な終わりを向けた。自然な終わりを向けた。欲望と怒り、そして、我欲がわずかばかりの誠実さを上回ったのだ。誰だよ！イラストから見て誰が裏切ったかわかんねえ。いや、これ、全員で裏切ったんか。なんかもう本当に、全員悪者だもんな。全員裏切った、あるな、これ。いや、多分そうだな。これ3人全員裏切ったぞ。
ちょっとおもろいな。待って、面白いぞ、このストーリー。気になってきた、サンダージャンクション。で、このカードだけど、まあ、6マナインスタントで俺がコントロールするクリーチャー1体代表として、それでないクリーチャー2体を代表する。なんか違うっぽいな。で、前者はそれらの後者にそれぞれ前者のパワーのダメージを与えると。あー、珍しい。なんかあの、緑でさ、2体で1匹殴りに行くカードはよくあるけど、1匹が2匹殴りに行くって珍しいね。で、だから、摂氏とかあるとね、めっちゃ強いね。摂氏1匹で相手のクリーチャー2匹取れるから、まあ、単純にアド取れるし、しかもインスタントなんで、まあ、その隙を見て放つこともできるから、超強い除去なんじゃないか。まあ、一応こっちに何かいなきゃいけないってので、打ちづらさあるけど、まあ、それ考えてもリミテ4点はあるんじゃないかな。で、まあ、構築は1点じゃないかな。宝物庫での裏切り。まあ、効果読む限りは、一人だな、裏切ったの。誰だこれ。めっちゃ気になるんだけど。顔見よう。二人ともブラスカの方しか見てない。この、これケランか。これ兄じゃなくてケランか。あ、なるほど。あ、でもか、待って、めちゃめちゃいいじゃん。ケランと、王子が、だってこれ、ケランと王子が、裏切り者ブラスカと対決するんでしょ？なんかめっちゃかっこいいんだけど。スター・ウォーズのあの、エピソード1の最後の曲流れてきそう。あ、王子死ぬんかな、この後。なんかそんな感じするけど、どうだろう。ちょっとめちゃめちゃ好きな展開。これ映像化してほしいな。宝物庫での裏切りでした。で、次のカード。で、次のカードが巨大ビーバー。4マナ44警戒で、騎乗された状態でアタックするたびに、このターンにこれに騎乗したクリーチャー1体の上にプライチカウンター乗っけると。で、騎乗が3。まあ、重いな。騎乗3重いけど、まあ、4マナ44警戒だから、まあ、普通に殴って守ってできるから、顧問としては問題ない性能。いや、そうね、4マナ目もね、結構渋滞すること多いからな。なんか2マナがね、なんか取り損ねたっていうことは、よくドラフトだと多いけど、4マナって割かし渋滞するから、そう考えたら、リミテ2ぐらいなのかな。で、構築はさすがに1の巨大ビーバーでございますね。これに速攻とあの、摂氏がついたらね、また別の生き物だったけど、まあさすが巨大ビーバー。でも、摂氏と速攻つくだけで、化け物になるからな。いや、違うか、あれ、それだけじゃないわ。探索する獣それだけじゃないわ。まあ、巨大ビーバーでした。で、次のカード。で、次のカード、トゲ林の聖騎士。5マナ54トランプル。戦場出た時3点ゲインと計画4マナ強っ。待って。これは強いだろ。だって、あの、計画4ターミンやって、54でライフゲインできてトランプルでしょ。これはすごいだろ。アンコモンみたいな性能してんのお前。むちゃくちゃ強くないか。さっきのビーバーとこいつの差に何があるんだって思うかもしれないけど、大いなる差だと思うけど。リミテ4点ぐらいじゃない？むちゃくちゃ強いと思うぞ。で、構築は1点でございます。そうね。で、次のカード。で、次のカード、レアのカードで、気性の荒いタンブルワグ。3マナ22で、俺のターンの戦闘開始時にクリーチャー1体対象として、プライチカウンター1個乗っける。で、こいつが騎乗された状態でアタックするたびに、クリーチャー1体対象として、それのプライチカウンターを2倍にすると。で、騎乗が2。まあ、とりあえず出てすぐにプライチカウンターばらまけるから、まあ、究極すぐ除去あったとしても、まあ、戦場のやつちょっと厚くしておけると。で、プライチカウンターがないと、このあの、騎乗時の誘発起きないけど、まあ、最低限自身の1個あるから、まあ、除去られずに生きてたら、まあ、なかなか熱いんじゃないかな。そうね。まあ、地震の上に乗っけて、次のターン殴ったら4点だし、で、次殴ったらもう6で、次、6の後はなんだ ?10 か。っていうので、どんどんでかくなっていくから、まあ、単品で完結してるんで、まあ、レアの性能として、結構申し分ない。まあ、5ぐらいあるかな。で、リミテッドも、リミテッド5点で、ま、構築が3点ぐらいのタンブルワグさんでございました。まあそうだね。もう次のターンさ、地震に乗っけた場合は、もう4で殴れるから、多分ブロックで取られることないんで。で、まあ、それ考えたら相手、その次のさ、相手単純に除去打たないと、さすがにきついだろうから、タンブルワグさん、かなりいいカードだと思いました。で、次のカード。で、次のカードが町嵐。1マナインスタントで砲台が3つあって、2マナでクリーチャー1体の上にプライチカウンター2個。で、1マナでクリーチャー1体対象として、ターン終了時までそれはトランプレール。で、1マナでクリーチャー1体対象として、ターン終了時まで、それはこのクリーチャーがプレイに戦闘ダメージを与えるたびに、カード2枚引くを得るという。まあ、まあ、序盤から終盤にかけて割かし強い。3マナで、まあ、プライチカウンター2個バットリーっていうのは、そんな悪くないし、で、1マナでトランプル、まあ、これ一番なんか、あの、単品の使い方としては微妙だけど、まあ、とどめとかでも使えるし、で、あとまあ、1マナで、その、2ドローができるから、まあ、これがよく使うんじゃないかな。なんか、あの、序盤とかにこれで、いきなり2枚引くみたいな挙動はありな気がするんで、まあ、プライチカウンター2個も強いし、ドローもあってっていうので、まあ、リミテ4点ぐらいじゃない。で、構築もなんかこの2ドロー強そうだけど、まあ、2点ぐらいかな。まあ、多分ほぼない町嵐さんでした。で、次のカード。で、次のカードが群れ追いのハイログマ。3マナ42で、騎乗された状態でアタックするたびに、ターン終了時まで俺がコントロールする全てのクリーチャーがトランプレると。強い。で、騎乗が1。まあ、自身がやるだけでもさ、まあまあやるやんと思ったけど、まさか全体トランプレなのか。
え、悪くないね。うん、まあ顧問として全然ありだから、まあ、顧問で3点で構築が1点かな。無料や灰色グマ強いな。地震だけじゃないんだ、全体なんだ。で騎乗1じゃん。これ騎乗もっと取られるかと思ったけど、騎乗も軽いし能力も申し分ない。これリミテッドよく見そうで、次のカードで、次のカードが自由放浪団の申し、もうなんかあのファンタシースターオンラインのダークブリンガーしか出てこないんだけど、てかまんまそれなんだけど、これダークブリンガーが元ネタですって言われても、あやっぱりってなるもんな。いやまんまそうだよな、ダークブリンガー生前の姿みたいな、あれが死んでるか生きてるかどうかわかんないけど、まああれを思い起こさせるような。でこいつ3マナ33で、唱えられてないか唱えるためにマナが払われてない場合はプライチカウンター2個乗った状態出ると、で計画4マナあると。あれこれ強くね、なんかあのさ、さっきさ3マナ以下釣ってこれるみたいなさ鳥さんいたじゃん、あれで釣ってきたらさ、これ55なんだろ。だからこれ本来は計画で悪さしてねえなのに、他のもんで悪さしようとしてるんだな。そうだよね、これ墓地から釣ってきたり、あのブリンクしたら55なんだろう。なんだこれ、むちゃくちゃ強くないこれ。え待って待って、しかも計画4、え合ってる、えあんこもより強いよお前普通に。え何これ合ってる、どう考えてもとりあえずリミテはもう4だわな。で構築はまあ1だわな。えちょっと待って、これなんか間違えちゃったんじゃない、唱えるためにマナが払われてなかっただけならばわかるけど、これはもうブリンクしても55なのは狂ってるぜ、強っ。で次のカード、で次のカードがジャビのベール、まあ、これよくあるカードっていうか、まあ、再録ですね。1マナインスタントでプライチカウンター乗っけて、呪言得られるっていうので、まあ、除去回避しながら、まあ、サイズアップできるという、まあ、うまいこと噛み合うと強いね。で結構ねやっぱ1マナは立てておきやすいんで、たった1万立てるだけで保険入れるっていうので、まあ、結構人気保険の一つであるのはジャビのベール保険でございますね。まあ、過去のセットから見てもリミティだと、まあ、割かし活躍してる部類のカードだと思う。まあ、特にそのシールドとかで、まあ、強力なカードピックできた時とかは、そのジャビのベールとその強力なカードを合わせて使えるように待つみたいな動き方も全然悪くないんで、まあそうね、まあ、バットル基本的にあんま強くないよりだけど、ジャビのベールはやっぱり過去の活躍見てると強いんで、リミティ3で、まあ、構築も、まあ、こっちも時々使うんだよな。だからまあ、2点、うん、3点ぐらいしようかな。ジャビのベールでした。まあ、ただね、こいつの上位互換みたいなのがね、結構今、ワンサとあるんで、まあ、そう考えると、構築厳しいけど、スタンダードぐらいだったらあるかもしれない。で、次のカード。で、次のカード、足首神。1マナ11摂取。うわ、鬱陶しいと噛んでくるな。まあ、1マナ11摂取。まあ、よくあるカードですね。まあ、序盤に戦場出ると、まあ、相手がでっかいクリーチャーとか出してきても、まあ、殴れず、もちもちするっていうので、でかといって1マナ11なんかに除去も打ちたくないから、まあ、割かし時間稼ぐデッキでは強いね。であとまあフライヤーだとか威迫だとかが全くいないデッキは本当に困らされるカードなんで、うん、だからねこの手のカード1枚でリミテッドって飛行必要だなって思うきっかけになるから、だから初心者とかはねこういうの退治して困ってほしい。ただあの困らずになんか適当なの特攻させてブロックしてなんか大損こいてるけど、まあなんか接心取られたしみたいに思う人が多いかもしれない。まあ俺もその一人だったけどな。うん、というわけで、まあ、リミテではね、結構鬱陶しいカードだし、あと、まあ、その、格闘だとか、一方ダメ、その、ビームって呼ばれるさ、緑のダメージ与える系カードと相性いいから、まあ、緑の1まで11摂取はね、大体において強いですね。まあ、構築は1だけど、リミテは3かな。足首神でした。で、次のカード。で、次のカードが、金脈のハイドラでございます。こいつね、とんでもないね。まあ、神話レアのハイドラで、で、ハイドラってさ、結構年々強くしようっていう動きが、まあ、公式から見受けられるんだけど、まあ、その末にね、やりすぎたんじゃないかっていうぐらい強くしたハイドラですね。ミド X で、警戒トランプル速攻で、プライチカウンター X 個乗った状態で戦場出ると。で、死亡時にこいつのパワー分だけ宝物トークン出てくるってので、まあ、払ったものがちゃんと返ってきますね。まあ、ただ宝物トークンタップ状態で戦場出るから、まあ、速攻で殴ってすぐ死んでも2アクションは取れないんで、まあ、そこはね、計算されてはいるけど、まあ、だいぶぶっ飛んでるね。うん。だって、まあ、ミド X で、まあ、その速攻トランプルだけでもさ、まあまあ強いなと思うけど、ちゃんと警戒もあってさ、ブロック逃げて、で、死んだら死んだよ、宝物で返してくれるんだろう。ここまでやってさ、多分強くねえんだよな。そう、あのね、やっぱその、構築の動きでさ、その、4マナ払って33速攻トランプル、まあ、死んで宝物返ってくるとはいえ、なんか何マナで払ってもあんま強いビジョン浮かばないんだよね。4マナ33、5マナ44、ではもっといって8マナ77とか言っても、まあ、その頃にはさ、そんな大量にマナあること自体があんま意味ないデッキが大半だと思うから、だからね、ここまで強くしてもダメなんだろうな。やっぱり4マナ払って33とか、これ1個ね、ずれてんのがどうしても気になるんで、まあ、リミテはボンバーマンだと思うよ。もうマジでリミテはもうどうしようもない強さだと思うから、まあ、もう結構6とか言っていいレベルだけどな。序盤、終盤、中盤全部強いから、
ちゃんと本当にあの全てを兼ね揃えた性能なんで、まあ、リミティは6だけど構築は多分使わねえんだよな。まあちょっと面白い要素で3ぐらいじゃないかな。やっぱハイドラってなんかもうハイドロイド混成体みたいなのの方向でいかなきゃいけないんだと思うね。まああれぐらいじゃないとやっぱダメだから、なんかハイドロイドの最新作をね、あのお待ちしております。で次のカードで、次のカード、開拓地の地図作成、4マナソーサリーでライブラリーから基本土地か砂漠カード最大2枚持ってきて、まあ、戦場を出せるっていう、まあ、よくある4マナダブルランパンですね。4マナダブルランパンよくあるけど、まあ、大体あんま強くないんじゃないかな。ただ砂漠持ってくると、まあ、その悪事とかも働けるから、まあ、今回とのメカニズムとの噛み合ってるからちょっと強いかもしんないけど、まあ、とはいえ、まあ、大体毎年弱いってもう相場決まってるからな。まあ、リミテッド2点で、まあ、構築1点じゃないかな。開拓地の地図作成でした。で次のカード、で次のカードが安城からの投擲、2マナソーサリーで俺がコントロールするクリーチャー1体と俺がコントロールしないクリーチャー1体を対象とする。でターン終了まで前者がプライチ修正を受けて、でもし前者があの上記だった場合はプライチ修正の代わりにプライチカウンターになって、でその後後者に一方ダメージ、まあ、ビームを放つと。まあ、あのよくある状況で大体強いんじゃないかな、これは。なんか2マナでプライチプラ2と、まあ、その一方ダメってさあるじゃん、あれ格闘かあったけど、まあ、それが一方ダメになってるから、まあ、普通に強いね。うん、ちゃんとあのサイズ上がってるし、でそれでビームだから、まあ、本来倒せないサイズまで倒せるし、でリスクも少ないから、まあ、相手が接し得たりだとか、まあ、修正得たりしてもこっちのクリーチャーが死ぬことはないんで、だからね、まあ、リスク少ないっていうので、まあ、強い除去なんじゃないだろうか。まあ、構築はさすがに1点だけど、リミテはね、これプライチカウンター乗ること考えたらね、相当強い部類じゃないかな。4とか言っていいんじゃない。その蒸気を対象に取った場合はサイズアップしてるからね、で除去までしてるんで、って考えたらまあリミテ4点ぐらい上げたいかも。で次のカード、で次のカード、創造しい芸人、2マナ22で1マナタップでこのターンに俺のコントロールから出たクリーチャー全部にプライチカウンター乗っけら、すごいな。2マナ22のクマさんが起こす起動能力としてだいぶぶっ飛んでたな。でもこれもう毎ターンさ、サイズ上がっていくわけでしょ。まあ1マナ浮かせる必要あるけど、もう毎ターンこれからクリーチャーどんどんサイズ上がっていくし、まあ使い方によってはその計画でいっぱい貯めた後に出すってこともできるから、創造しい芸人すごいな。まあトークンもちゃんとこれのあの恩恵受けれるんで、なんかトークンばらまく系カードとも相性良さそうだから、まあリミテは4点あるんじゃないかな。まあ終盤引いてもそこまで悪くない。で、まあ序盤引いたらまあ最強。で、まあ構築も、まあ2点ぐらいあるかな。創造しい芸人でした。なんかとんでもない効果だな。で、次のカード。で、こっからが、まあマルチのカードの紹介ですね。で、マルチのカード、まず1枚目。アティーンの英雄、ワイリー・デューク。なんかアティーンがすごい間抜けっぽい。3マネ42警戒で、こいつがタップ状態になるたびに1点ライフ得てカードを1枚引くと、タップさせろよ警戒持ってんのかよ。なるほどね。まあ、とりあえず、まあ、騎乗とか登場すれば、カードは引けるし、まあ、3マネ42警戒だから、普通に強いっていうことなんかな。で、緑白がね、おそらく、その、騎乗カラーだと思うんだよな。その、騎乗のクリーチャー緑と白に当たる多かったから、だから、無駄なくこの誘発を起こせるし、まあ、起きないにしてもサイズ悪くないというので、まあ、リミテッド5点ぐらいあんのかな。しかもライフまで得るからね、普通に強いカードだと思います。で、まあ、構築はどうだろうな。アブザンパルヘリオンとかに入れてみる？入れてみてどうするか分かんないけど、まあ、でもパルヘリオンに乗れるのはでかいね。パルヘリオンには乗れる。パルヘリオンには乗れるというので、もしかしたら、お前らがバカにしてるかもしんないけど、もしかしたらの3にしておこう。アイーンの英雄でした。で、次のカード。で、次のカードがアニーの加入。4マナの伝説のエンチャントで、戦場出た時に対戦相手がコントロールしているクリーチャーがプレイン増加に5点ダメージと、で、この加入サイクル、あの、共通の、伝説のクリーチャーが出た時の能力があって、で、伝説のクリーチャーの誘発型能力が、まあ、追加でもう1回誘発すると。まあ、とりあえず5マナで5点火力になるから、まあ、最低限の仕事してるけど、3色使ってるのと、まあ、誘発が微妙い。いや、でもないか。今回ね、ちなみに伝説のクリーチャーって過去最多なんだよ。なんかどうやら聞く話によると。だからね、伝説のクリーチャーの誘発型能力って意外となんかポン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 起きるから、まあ、爆破のカードなんじゃないかな。まあ除去った後もすごい強いというので、まあ3色使うことを除いても良いんじゃないか。まあリミテッドはちょっと期待込めての4点で、まあ構築はまあ2点かな。うん、そうですね。なんかね、この加入サイクルね、全部共通して、多分構築弱いんじゃないかな。今のところね、全部弱いという印象です。で、次のカード。で、次、ラクドスの加入ですね。なんか続々と加入してきたな。5マナの伝説のエンチャントで、こいつが戦場出た時に墓地にあるクリーチャー1枚対象として、戦場を戻してプライチカウンター2個乗っけると。あ、強えな。待って、5マナでリアニとプライチカウンター2個だから、なんか適当なものを釣ってきても、まあまあ悪くないと。
でそれに加えて、まあ、このサイクル共通の、下の能力が俺がコントロールする伝説のクリーチャーが死亡するたびに対戦相手一人対象として、ラクドスの加入はそのプレイヤーにそのクリーチャーのパワーのダメージを与えると強っ。すごいね、死ぬだけで大ダメージじゃん。で別に墓地から適当なクリーチャー釣ってきても、まあ、サイズそんな悪くないから、まあこれも結構ありなんじゃないかな。でしかもまあ2色だから全然使いやすいっていうので、まあリミテッド4点でまあ構築も、まあなんだろう、なんかラクドスサクリファイスとかでサクリまくって最後これで、でも伝説しかしあのダメージがないんだよな。だからちょっとサクってダメージちょっと魅力的だけど、多分あんま強くないと思うから2位でございます。で次のカード、で次のカード、下位5戦のものアクル、これ誰なんか初めて見たけど、でもシンボルがなんかもうすごいラクドスをライバル視してる感満載なんだけど、4マナ取り、クワシンで55飛行トランブルで、これでないクリーチャー3体金捧げると手札にあるクリーチャーカードをマナ払わないで戦場出せると。で毎ターン1回しか起動できず、起動はソーサリータイミング限定、なんか悪さできそうなできなそうな絶妙なラインだな。まあこれシンボルきつすぎてちょっとさすがにリミテでも厳しいんちゃう。まあ2色デッキだったら出せるけど、まあ4マナ55飛行トランプルだけで強いじゃんというので、まあリミテ3点ぐらいじゃないかな。でこのなんか3体サクってどうこうっていうのが、まあ、あまりにもなんかリミテだと微妙だし、で構築だったらなんかもっと別にやり方あるんちゃうっていうので、しかもなんか1ターンに1回しかできない上に、その相手ターンにできないっていうので、なんかものすごいビビってる上にさらに自分も探れないから全然ダメなんじゃないかな。構築は2ぐらいかな。アクルさんでした。で次のカード、で次のカード、ハイゲの天才オーロック博士、シミックから2マナ23で墓地や追放領域から呪文となるためのコストが2軽くなる。で俺が手札から計画を行うためのコストも2軽くなると。なるほどね。まああの純粋に強いですね。多分シミックのなんか空きタイプがこの計画なんだろうな。まあ、とりあえず計画軽くなるし、でまあ墓地追放領域から唱えるっていうのがどれぐらいあるかわかんないけど、まあこいついるとあのなんか白のやたら強かったやつ無効化できるな。まあどうだろうね。まあ一応リミテの空きタイプになるカードだから多分強いんだよ。だからあの4点、あのリミテッド4点で構築がどうだろうな、まあ、2点ぐらいかな。ハイゲの天才オーロック博士、ちょっとこのシミックカラーの空きタイプがなんか今のところピンときてないので、まあ、とりあえずでも、まあ、大体のアンコモンの空きタイプ用のアンコモンは強い。うん、で次のカード、で次のカードが四天使の馬、スレズニアから2マナ2に先制ハンコンで、騎乗された状態でアタックするたびに3-3の天使が出てくると。ただし騎乗が4っていうので、騎乗がめちゃくちゃ重えな。であと飛んでないんだなこいつ、イラスト飛んでるかと思ったわ。あーなるほど、雲が勝手にペガサスに見えてるだけか。ユニコーンなのね。なんだこれ。まあでも、あの、騎乗4で3-3天使出てくるから、まあ1回でもさ、騎乗して殴ったら、もうこの3-3フライヤーがある程度フィニッシュターになるから、いいんかな。ただ2-2だからね、その、騎乗して殴りに行ったら、なんだろう、相打ちならいいけどさ、一方殺取られかねないので、そこまで強くないかな。2マナ2-2ハンコン先生だけで、どれぐらい強いかを。見る感じ、まあとはいえ4はあるわな。まあリミテッド4で構築が3かな。うん、なんか構築のがちょっとなんか期待できるかな。で次のカード、で次のカード、爆発の仕掛け人ブリーチェス。あ、ブリーチェスこんなとこまで来てたのか。なんかブリーチェスなんか顔可愛くなくなったな。まあもともとこんな憎たらしい顔だったっけ。まあイゼットから3マナ33で威迫あって、俺のターンに2つ目の呪文となるたびにアーティファクトを探ってもらえると。なるほどね。だから2つ目呪文だけじゃ誘発しないんだ。で、アーティファクト域に捧げたんだったらば、コイン投げを行って、で、コイン投げに勝ったらその呪文コピーされると。あ、これマローが言ってたかどうか。で、あの、もし負けたんだったら、こいつは、好きな対象にそのマナ総量に等しいダメージを与えると。まあ負けても強えな。まあどっちが起きるか分かんないっていうコイン投げでしかなくて、まあ基本誘発したらただ強いカードだな。爆発の仕掛け人ブリーチェス。まあそうですね、アーティファクト探らなきゃいけないからむちゃくちゃ条件厳しいんだよな。ただなんかラガバンとかと一緒に使えばラガバンの、まあ、宝物トークンで起こせるし、で二つ目呪文っていうのもそのモダンのあのさカウンターモンキーとかあったら問題なく出せるから、頑張ってちょっとあのモダンのカウンターモンキー使ってみてほしいですね。まあ宝物にでもなんかかかってるから、ちょっとさすがに無理だけどな。無理だけど、こいつちょっと頑張ってほしい気持ちがあるから、構築さん。で、リミテッドは、まあ、あんま強くないんじゃない？やっぱあの、お膳立てとして宝物っていうか、アーティファクトいるから、そこがね、結構ネックで、3かな。で、次のカード。で、次のカードは100発100中のカクタス、フォークでございます。グルールから4マナ44で到達持ってて5方にと。で俺のターンの戦闘開始にターン終了時まであなたがコントロールしているパワー4以上であり、これでない全てのクリーチャーがトランプル速攻得る。
あこれもあれか、グルールの、あの秋タイプ か、 だかパワー4以上のクリーチャーを使うのが、まあ、今回のグルールの秋っぽくて、まあ、とりあえず最低限4マナ44到達だから、まあ、守ってよしだし、しかも誤報にもあるから、まあ、どかされづらくて、そうですね、あの、まあ、でかいクリーチャーはそのファイヤーズみたいに殴れるから強いんじゃないか な、 なんか今回アグロプランすごい強そうだな。なんか緑赤結構勝ちカラーになれるんじゃないかな。これ強そうなんで、まあ、とりあえずリミテは4点と、まあ、構築はさすがに無理だから1点じゃないかな。やっぱ4マナっていうね、あのシェオルドレッドとかと戦わなきゃいけない域だからね、ちょっとカクタスホークさんだけじゃ厳しいかもしれない。で次のカードで、次のカードが今日最後の紹介のカードで、秒刻みのオベカでございますね。てかオベカはあれか、逃走者レジェンズ以来かな。でオベカはね、結構変わったタイプのコンセプト持ってて、なんか前のオベカは自分のターンを強制終了させるっていうので、まあ一応悪さできたんだけど、なんかかなり変わった能力持ってて、で今回のオベカは4マナ25で200持ってて、もうこのサイズがいびつだよな。でこいつがプレイ戦闘ダメージ与えるたびに、このフェーズの後に追加でその与えたダメージ分に等しいアップキープステップをやると。でアップキープステップはね、俺なんか勘違いしてたけど、開始フェーズじゃないんだよ。あの服用のスフィンクスみたいなのと違って、アンタップアップキープのアップキープしか起きないのよ。だからこれ2点与えてアップキープ2回起きたとしても特になんもないのよね。だから遊戯王でいうとこのスタンバイフェーズと全く同じなのよ。だからそのアップキープに誘発するっていう効果があったら初めて価値あるけど、アップキープには何もないから基本的には。だからまあ確かに大量のアップキープステップを得ることができるけど、大量のアップキープステップで何に使うんだみたいな。だからね、そうですね、アップキープのたんびに1点ダメージとか、アップキープのたんびになんかそのクリーチャーに5点ダメージみたいな、なんかそういうものがあった時に初めて活躍するカードかな。あまあただあの唯一無二の能力なんで、結構ねオベカはこれからもなんかこういったなんか特殊な挙動をするカードがメインになるんじゃないでしょうか。はい、というわけでね、今日の、サンダージャンクションの無法者カード語りは以上となります。でこの動画シリーズでは一応最新商品が出るたびに古文から神話レアに至るまでね、全部のカードを語るっていうことをコンセプトに動画撮ってるんで、まああのこのセットもね、まあ、残り百何十種類もしかしたらもっとあるかもしれないけど、まあそれらもね全部語っていくんで、よかったらチャンネル登録してこの後の動画もチェックよろしくお願いします。そして今月ね、4月29日に第17回、開封杯の開催が決まりました。この開封杯は開封杯プレミアムと違って、まあ、普段ね、秋葉原の、クローベースさんでやってるイベントなんで、まあ、結構カジュアル寄りなイベントなんで、まだマジックね、始めて間もない方、あと、まあ、サンダージャンクションのね、カードを使いたい方、まあ、どちらもね、大歓迎なんで、ぜひ、こちらの参加もよろしくお願いします。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。